でも政治問題を、まあ、結局太田先生はどうやって解いてるんですかいつも。いやもう基本的には、はい、そのまず問題を見て、まあ、こういった SV を形作っていくなみたいなところを、まあ、最初にね、まあ、予測をつけて、皆さんこんにちは。竹田塾お茶の水本校校舎長の太田です。新宿校中野校校舎長の野口です。野口さんと初めてですね、はい、いやーお久しぶりです。嬉しいな、お久しぶりです、はい、いやどうですか、最近チャンネルめっちゃ出てるじゃないですか、はいはいはい、いや野口さんどうですか、はい、反響はすごいんですよ。なんかわざわざもう愛知県からその僕に会いたいって言って来てくれた生徒がいてまして、チャンネルすごいですね、本当に。いや本当影響力が半端ないですね。半端ないですね、本当にもうありがたいことですけれども、はい、全国の皆さん見てますか。アピールすごい。いやもう本当本校からね、あの本校の講師をやってて、はい、そうなんですよ。で、新宿と中野校舎長をやってらっしゃるということで、はい、本校もちょっと抜けた穴が痛いんですけど、いつでも帰ってきていいんだよ。そうなんですよ、はい、じゃあ、はい、あの今日はね、まあ、質問が1個来ておりますので、はい、はい、答えていきたいと思います。はい、それでは太田先生、はい、じゃあ質問が届いてます、はい、正常問題のコツとかってありますかという質問です。ありますね。ありますね、はい、これはもうありますね、はい。でも正常問題を、まあ、結局太田先生はどうやって解いてるんですかいつも。いやもう基本的には、はい、そのまず問題を見てどんなことが問われてるのかなっていう予測は絶対につけないといけないと思います。まあ、それ絶対大事ですね、はいはい、正常問題が苦手な人って、はい、もう雰囲気で解こうとするんですよね。まあ、確かに、うん、例えば自分も正常問題ってその英語の学習の初めは本当に苦手だったんですよ、はいはいはい、もうどうやって当たるのかわからないって、はいはいはい、まあ、それはやりくもにやってれば絶対に当たんないし、全然当たんないですね。例えば 1,2,3,4 の4択問題は、はいはいはい、あのマグレで当たるかもしれないけど、はい、最初問題はマグロほとんどないですから、ね、絶対ないですね、はいはいはい、罠がいっぱい仕掛けられてるので、うん、なのでまずは本当に予想をつけて、例えばアテンションとトゥーとペイがあればペイアテンションとトゥーっていう、はいはいはい、あのイディオムが作れるじゃないですか、うん、あとは、まあ、その動詞が2つあって接続詞があれば、はいはいはい、まあ、その接続詞を使って文を結んでいくんだなっていうことが分かるじゃないですか。なのでどんな問題か予測は必ずつけると思います、うん、つけるのが大事ですね、はい。まあ僕の場合はなんか例えばこれがなんか名詞になりそうだなみたいなやつとか、これがちょっと動詞になってきて、まあ、こういった SV を形作っていくなみたいなところを、まあ、最初にね、まあ、予測をつけてしっかり解いていくっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうですね、はい、まあ、文章中に、まあ、ある、まあ、政治問題っていうのもあると思うんですけど、そういった場合はどうやって解きますか。そうですね、前後をやっぱり意識することかなと思います。その政治問題の、はい、まあ、下線が引かれてここを並べ替えなさいの前後がやっぱりキーポイントにすごくなってると思います。なりますね、はい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 、そこを完全に無視して解いちゃう子が結構いるので、うん、はい、もうこ の長文中の政治問題必ず前後を見ないと解けないと思った方がいいと思います。うそうですね、はい、確かに、うん、なるほどなるほど、まあ、じゃあ結局政治問題はまずは予測を立ててしっかり文法事項に基づいて解いていくということが大事ですね。でも、はい、闇雲に予測を立てるんじゃなくてしっかり文法事項に基づいた予測っていうのが大事ですね。そうですね、はい、もうただ本当に文法と語法について、うんうんうん、あのかなり学習を積んでいないと政治、ね、問題はなかなか当たらないと思った方がいいので、はい、うん、まあ、ハードルがすごく高いことを、はい、まあ、皆さんも認識しておいていただければと思います、はいはい、では今回は以上です。はい、武田塾スタジオコース、毎週水曜日20時から生放送やってます。武田塾の指導の様子を完全生公開、質問も生で返しちゃいます。ぜひ見に来てね。さらに武田塾では無料受験相談をやってます。一人一人に合った勉強法も教えます。最寄りの武田塾の校舎までお問い合わせください。